にちは、セボンと申します。でギターソロの解説をしていきたいと思います。まず初っ端から F オルタードスケールまたは半上がって F シャープメロディックマイナーから始まりますけども、一箇所だけ、これはパッシングノートなんですけど、で、B フラットマイナー、ここまたF のオルタードテンション、ルート、セブンス、メジャーサード、シャープなんですよ、フラットなんですか。で、ここ残り2音はナチュラルマイナーにしますね。ストレッチフレーズ、ここはイントロと違って16分3連なんでなんとかなるでしょう。で、モルダードテンション出てきますね。で、中指タッピングが出て、ここはもう一回やると。最後はハーモニックマイナーですね。以上です。次にユニゾンパートの説明をしていきたいと思います。まず前半は G フラットリディアンで、これを使ってタッピングをしていきます。ゆっくりちょっといきます。後半が、コードが変わってセブンスのシャープナインですよ。さっきのとこまで終わったら、次はっていう風に繋がるんですけど、ならなかったっていう風にちょっと、E フラットでだいぶ低いチェンジングで撮ってるんですけど、リードパートだけはこの6弦ギターのレギュラーチェンジングで撮ってるんで、ハイブリッドピッキングだったりとか、
タッピングもあるし、でオルタードテンションも入ってたりして、結構面白いですよなと思うので、ぜひ挑戦してみてください。セブンでした。